めっちゃいい匂いする。マジでうまいな。無限に食えるこれ。めちゃくちゃ美味しかったですね。はい。すする TV。ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日大阪に行った際にガチでうまかったお店がありました。こちらです。と、阪急京都線上新庄駅から徒歩6分くらいのところにあります、ラーメン屋赤木さんにお邪魔してます。こちら赤木さんは2017年オープンの鶏白湯ラーメンがメインとなるお店なんですが、以前からね、たびたび言ってるんですけど、すする TV って鶏白湯ラーメンの動画、全然伸びないんですよ。まあ、やっぱ視聴者層がね、もう男性率もう今 92% ぐらいまでいってますよ。もうめちゃくちゃ男性の方が見てる。いつも見てくださる 92% の男性の方が本当にありがとうございます。8% の女性の方がいつもありがとうございます。まあ、視聴者層的に男性が多いっていうのもあって、どうしてもやっぱね、家系ラーメンとか二郎系ラーメンとか結構がっつりしたラーメンで、ね、みんなもやっぱ求めてるんだと思うんですけど、まあ、そんなことはさておいてね、この赤木さんの鶏白湯ラーメン、周りのラーメン好きからの評判非常に良くて、今度大阪行ったら絶対に行きたいなと思っていた鶏白湯ラーメンのお店なんで、いや、今回ね、私、すするもかなりも気合い入れていってますんで、ぜひね、最後までご覧いただけると嬉しく思います。それでは行きましょう。レッツゴー。こんにちは。本日ね、上新庄駅からお送りしております。ここら辺確かね、歴史を刻みとかも、上新庄だったか、ちょっと下新庄だったか忘れちゃったんですけど、あったような気がしますね。はい。歴史を刻みは、まあ、大阪といえばの二郎系ラーメンのお店ですが、本日行くお店は赤木さんということで、まあ、鶏白湯ラーメンのお店ですね。鶏白湯ラーメンはね、すする TV ではあまり人気のジャンルではないんですけど、いろいろな噂を、まあ、冒頭でいろいろ説明してると思うんで、めっちゃ楽しみです、行くのは。というわけで皆さんからのコメントを読ませていただきます。すするさんはやばいクレーマーとのことなので、恐る恐る初コメさせていただきます。いや、ネタだからね、マジで。マジでネタだから。いつも楽しく動画を見させてもらってます。基本的にチェーン店しか行ったことがない自分でしたが、すするさん動画のおかげで他の店にも行ってみる機会が増えました。ありがとうございます。立川駅の嵐、八王子駅のおまたや、橋本駅の2丁目ラーメン等、自分の好みドストライクでした。ありがとうございます。また機会があれば八王子方面や神奈川の相模原方面にお越しくださいと。相模原市中央区上溝にある家系ラーメン大正屋のマックスチャーシュー、ぜひとも食べに行ってみてくださいと。いいですね、大正屋さん。僕知らなかったんで、ちょっとチェックしてみます。家系ラーメンマックスチャーシューで、しかもマックスラーメンの時点でなんか全部のせっぽいので、さらにチャーシューをトッピングするっていう、すごそう。これはちょっとチェックさせていただきます。自分も一度すするさん見かけたことあって、お声掛けしようと思ったけど、奥様とお子様も一緒だったので断念しました。いつかすするさんが一人の時には声かけます。あ、まあ、僕はね、声かけられても全然問題ないんですけど、まあ、確かにうちの妻成田さんとかね、ちょっとやっぱ、まあ、普通の人なんで言ってしまえば、まあ、できればね、僕一人の時の方がいいかもしれないですね。はい。まあ、お声掛けいただければ、まあ、写真だろうが握手だろうがサインだろうが、まあ、何でも基本的にやりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。食事の油にこの一杯は余裕で地元のロピアにレギュラーで置いてあります。あれね、ラーメン二郎の店店ラーメン二郎の目の前にしか置いてない自販機でしか売られていない黒ウーロン茶ね。濃いめのウーロン茶&プーアル茶がカロリーゼロにしてくれるんですよね。なんで疑問系なんだ。俺知らねえ。俺別にこの食事の油にこの一杯の人じゃないんだから。まああれを飲むとね、やっぱ一説によるとカロリーがゼロになるっていう説もありますからね。あくまで説ですから。ラーメン二郎好きの方の間ではまことしやかに囁かれております。はい。というわけで赤木さん見えてきました。なんかね、もうダクトからめちゃくちゃいい匂いしてる。超楽しみだわ。というわけで大阪随一のクオリティを誇るとね教えてもらったラーメン赤木さん、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。おう、さあ、ラーメン屋赤木さん、食決です。今回は鶏白湯ラーメンの醤油と味玉ハーフ、さらにチャーシュー丼もプッシュしました。店主さんは大阪の中津にある麺屋テルというお店で修行されていたとのこと。少しお話を伺ってみました。あれですね、出身店はでも豚骨業界のテルってことですか。そうです。ほんで、でもそこから鶏白湯をこうやろうと思われたんですか。鶏白湯はやりたがりに、やりたがりあえて、なるほど、あえてちょっと修行先と雰囲気を変えてってこと。そうですやりたがりって何だったの。あ、でも今にもう一個2号店出してて、はい、今日は魚介豚骨を。あ、そうなんですよ。2017年オープンの赤木さんはラーメン官僚などすする周りのラーメン界の強者たちが口を揃えてうまいと評していたお店で、店内はカウンターのみのこじんまりとした雰囲気ですが、ブレンダーでの泡立てなどなど店主さん直々に調理してくれる様子は圧倒的。マジでめっちゃ腹減ってんです。今日も朝からずっとなんかボートレース生配信でしたんで、今夕方の5時ですからめっちゃ腹減ってる。何も食べてない。ナッツしか食べてないです。お腹も心も準備万端で待ってるぞ。いただきます。こ
こちらがラーメン屋赤城さんの鶏白湯ラーメン醤油味玉ハーフトッピングです。うおー、きめ細やかな泡が美しい由緒正しき泡系鶏白湯ラーメンのビジュアルをしており、醤油味なのでスープの色も少し醤油の色をしているぞ。レアチャーや味玉も綺麗な差し色だぞってことで、いただきます。ではまず泡とスープを優しくすくい上げて一口。めっちゃいい匂い。チョベベー、今までに食べてきた鶏白湯ラーメンの概念が覆るほど、確認するように何回もスープを飲んでしまう激うまさで、提供前に泡立てたスープの口当たりからふわりとしたエアリーな質感があり、スープを飲む時にも雲を飲んでいるかのような感覚になるめちゃくちゃうまいスープ。うまい。もちろん質感だけでなく、鶏のうまみと醤油だれの引きのバランスも最上級で、醤油味はしっかりとしつつクリーミーかつ濃厚な鶏の上質なうまみと甘みも波状攻撃。これにはさすがの赤城もフグ刺しと言わず、この鶏白湯ラーメンを処方するでしょう。さあ、そんな興奮冷めやらぬ中、お次は黄色みがかった麺が顔を出し、よっしゃ、そろそろ。うめい。熟成感のある麺の風味はすする好みなもので、鶏白湯スープとの相性もよく、こいつはうますぎ。風味強めな麺ですが、スープの土台がしっかりしているので、どちらが勝ちすぎるということもなく、ここまで来ても最高最強。改めてスープを飲むと、あわあわエスプーマの口当たりと鶏の旨味、そしてしっかりと効いた醤油味と、どこをとっても隙のないわしずもびっくりな最高級の鶏白湯スープと言ってもよいでしょう。さすがラーメン官僚やラーメン界の強者たちが口を揃えてうまいと評するだけあるなと感心。いや、感類してもいいほどで、これは今までの鶏白湯ラーメンの中でも1位と断言できちゃうレベル。うまさによって分泌されるアドレナリンならぬウマレナリンが大量発生し、イーターズハイが止まらなくなっています。さて、今度は低温調理チャーシューをパクリ。味しみがよく柔らかな食感で、スープもまとってないそう。チャーシューもめっちゃうまい。鶏チャーシューも2枚入っていて、低温調理チャーシュー2枚と合わせて計4枚と、なかなかボリューミー。マジでうまいな、無限に食えるこれ。それではいよいよチャーシュー丼いってみましょう。まずは一口食らう。めっちゃゴロゴロ入ってますからね、肉。部位の異なるチャーシューがゴロゴロ入っており、食べ応えはもちろんのこと、タレも甘みがあり、ご飯を美味しく食べられるうめえ味。何もかもをうめえうめえと言っているこの状況、皆さんもうお分かりかと思いますが、完全に語彙力を奪われています。だがそれでいい、うまけりゃ何でもいい、目の前のうまいものを食らいまくる、それでハッピーです。そのラーメンに入ってるチャーシューがまたうまいんですよ、ほんと。てな感じで、ほぼほぼ麺もすすってしまい、チャーシュー丼と鶏白湯スープのコンビネーションで白髪中の三元杯がアンコール。大満足の中、何度も何度も繰り返し、ラストはハーフの味玉を食らって、もちろんスープを完飲すれば鶏白湯ラーメン醤油の完食。間違いなく自分の人生の中でナンバーワンな鶏白湯の一杯でした。するとここですするに動きが。すみません、塩も食べてますか。いいですか。すみません、はい、あまりにも醤油が甘かったので塩もいただくことに。いただきます。すみません、ありがとうございます。こちらがラーメン屋赤城さんの鶏白湯ラーメン塩です。おお、あわあわなビジュアルは醤油と変わりませんが、こちらは塩なので全体的に白めです。醤油のあまりのうまさにびっくり、ここはバイプッシュだってことで、いただきます。ではまずスープ。きたぜ、ぬるりと。塩かもしれない、むしろ。うん、まっ。醤油ラーメンで過去の鶏白湯ラーメンを更新したところで、さらに塩が上回ってくるという圧巻のちょめめさに驚き、あまりのポテンシャルに喜びを隠せない。塩味のスープの美味しさに感動しながらも、麺との絡みもしっかり楽しみ、スープがとにかく美味しくて、今年では一番の衝撃だったかも。美味しいお店は数あれど、鶏白湯でこれだけの衝撃を受けた経験は初めてなので、記憶に残りまくりで、最近いろんな記事を出しているすするウェブサイトで
その月に特に美味しかったラーメンを月刊ラーメン大賞という感じで毎月発表していますが、この赤木さんも今月のラーメン大賞に入りそう。ぜひ概要欄からすするウェブサイトもチェックしてみてください。そんな露骨な宣伝はさておき、店名の赤木も赤木好きのすするとしてはぶっ刺さりで覚えやすく、勝負の後は骨も残さないと思いつつも2杯目なので肝炎は自称。しかし個人的には醤油より塩の方が好きだったので、ダブ感も余裕だったんだけどなぁと少し迷いも生じつつ、これで完食です。大変美味しくすれました。これまでの鶏白湯ラーメンを全て覆す感動的な一杯、いや2杯でした。それではごそれおう。はい、ごちそうさまでした。いや赤木さん行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、もう結論から言うとね、今までに食べた泡系の鶏白湯ラーメンの中で一番美味しかったです。なんなら鶏白湯のラーメンの中でも一番美味かったかもしれない。店員さんとかもひょうひょうとしてて、なんか普通に出してくるんですけど、めちゃくちゃうまいよ本当に。まずねスープ1杯目のこの感動がすごくて、ブレンダーでこう泡立ててるんで、スープの表面に結構こう泡がバーッと立ってるんですけど、この泡とあのスープを一緒にこう流し込んだ瞬間のあの衝撃的な口どけの良さというか、なんだろう、泡の出し方とかあれ多分他の泡系のラーメンのお店も多分同じように作ってるとは思うんですけど、なんかそのスープと泡のバランスが、ね、本当にすごく良くて、ふっとこうスープが入ってくるようなあの一口目の衝撃的な旨味、半端なかったですね。はい、まあ、今回ね醤油食べて、チャーシューも食べて、であの、まあ、醤油がちょっとあまりにも美味しかったので塩も食べときゃなと思ったんですけど、塩の方が僕好きでした。なんなら醤油もうまかったのに、あの塩味のこうすっきりとキレのありつつ、その後からねこうまったりまろやかに効いてくるあの鶏出汁の奥深さ、マジで神がかってましたね本当に。であのスープと麺だったら無限にすすれるかもしれない本当に。まずねあの醤油で衝撃を受け、その後塩で改めて衝撃を受けさせられるっていう、いや僕あの味はめちゃくちゃ好きでした。なんかうまく伝えらんないわこの今のこの衝撃というか、まあ、鶏白湯ラーメンなんで、まあ、やっぱ基本はねやっぱこう鶏の旨味がっていう話になってくるんですけど、やっぱなんかこうタレのほんのりこう甘みのある感じと、これまったりとした鶏のこのね、なんあのもう、うん、もちろんねしっかりラーメンではあるんですけど、なんかもう洋食食べてるみたいな、なんかそのぐらいこう品もありつつ、それでいてラーメンしているっていう、あの麺もね若干こう黄色みがかってて、ちょっとこう熟成感のある麺でね、鶏白湯スープとのバランスめっちゃ良かったし、あとの低温調理のねチャーシューも美味しかった。いや結構ね本当どこを取っても隙のない一杯でしたね。あとデフォルトでラーメン950円なんですけど、チャーシュー4枚入ってるんで、まあまあね普通のラーメンでもまあ満足感はあるかなと。もしねこの動画見て赤城行くっていう方いらっしゃいましたら、僕はね塩をおすすめしたいです。いや塩うますぎたよ本当に、マジでびっくりするぐらいうまかったんで、軽々ともう歴代ナンバーワンを更新したみたいな感じで、醤油で歴代ナンバーワン更新して塩がその上を行くっていうね、いやこれはね正直もう大阪でも激しくおすすめしたい一杯かなと思いました。非常に大満足でした。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン屋赤木さん、うますぎてバイプシアー、何回でもすすりたいぐらい美味しかったですね。